いやー、やっぱ相手も引いてきたし、まあ、なかなか厳しい試合になるっていうのはもう分かってたんで、まあ、そういう競り勝てたっていうのはまあチームの成長だと思います。自分が立ってる時にもう1点取られてて、まあ、そのまま監督も入れてくれたんで、なんとか逆転したいという気持ちも強かったし、まあ良かったと思いますかね。ここ最近2試合ぐらい試合出れてなかったんで、まあ、チームも負けたり引き分けたりしてたから、なんとか今日は勝ち点3取って、で、まあ、あの次のガンバ戦に備えたいと思ってたんで、まあ、良かったです。でも俺元気なんでまだ頑張ります。お疲れ様でした。はい。